何やってんの？釣りでもやってるように見えるか？読書中だ。静かにしろ。ごめん。じゃなくてさ、こんなとこで何やってんの？みんな心配して探してるんだよ。どうして探されなければならない？だって朝はみんなで集まって朝食って約束だったでしょ。約束？まったく、ゆっくり読書もできないのか。というやつは、それは当然だ。よろしいですか？なるほど。実はよろしいですか？つまりなんだ。当然だ。おっと、ありえん。燃えるがはっ、何度も言わせるな。素敵ですわ。やめろ。あの。なんだだってそんなの絶対にダメだよ。はっおい。ごめんなさい。ふざけんなこら。だこら。なんだ。はっやるがちょっとだこら。ああありえん。ちっくそが。じゃあな。ゲーだよ。ざけやがってクソが。そうかも。もうどうせ。そうに決まってるわ。なんなのよ。まずいな。なるほど。おい。だが、ああ。だが、さらばだ。成長せよ。Ha ha ha! 放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。しまったもの。お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。リアルな話そうだな。おう。 ありがとう。あ、おう。でもダメ。うん、ありがとう。こんにちは。ありがとう。はあ。あのね。あのね、そうだね。それはいいわ。ありがとう。ねえ。そう。それは違うわ。それは、そう。じゃあね。が乱れるというやつはん？いいかね。これいいかね。おうなるほど。険だこれ。君というやつは。上等だ。なやるが。やんのかこれ。ざけんなこれ。大和田君だこれ。学ランを脱いでもいいんだぞ。今なら笑うだけで許してやろう。人の心配より自分の心配したらどうだ。顔が真っ赤じゃねえか。温泉の猿かてめえは。顔が赤いのは生まれつきだ。痩せ我慢してんじゃねえ。痩せ我慢だと。僕はまだまだ余裕だよ。鍋焼きうどんでも食べたいくらいだ。そろそろ諦めはらほだ。てめえこそ俺つが待てねえぞ。何を言う。僕はまだまだ余裕だよ。むしろ逆に寒くなってきたくらいだ。やべえじゃねえかそれ。勝負に引き分けなど存在しない。勝つか負けるか、それだけが大事なのか。てめえ言ったな。言っちゃったな。上等だ。地獄の果てまで付き合ってはんよ。